皆さんこんにちは、農政商工課の奥田です。皆さん、滋賀県女性活躍推進企業という認定制度はご存知でしょうか。これは女性の活躍推進に取り組む企業として滋賀県知事が認証した証です。この認定を受けた企業は女性の活躍や仕事と子育ての両立を応援している企業といえます。今回はこの認定を受けていて伊予木に工場がある武装工業株式会社さんがどのような取り組みをされているか話を伺ってみたいと思います。それでは早速行ってみましょう。では人事担当の方に話を伺ってみます。今回ご案内いただけるのは貝沼さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、武装工業株式会社の貝沼です。武装工業は米原市に1拠点、長浜市に2拠点の工場を設け、滋賀県湖北地域を中心に事業を展開しています。1962年に創業して以来62年間地域に根差し、地域とともに発展してきました。建設機械部品をはじめ、ディーゼルエンジン部品や車、電車の部品、最近では遠隔で操作ができる医療用ロボットの部品なども手掛けている精密機械加工のメーカーです。ちなみに近江工場ではショベルカーの足回りの部品を作っています。仕事と子育てを両立しやすい環境づくりを目指しており、滋賀県女性活躍推進企業の認定を受けております。身近にある生活を支えるものを作っていらっしゃるんですね。続いて企業の取り組みについて片山さんからご紹介いただきます。弊社は従業員が仕事と子育てを両立できるように、すべての従業員にとって働きやすく能力を十分に発揮できる環境づくりに取り組んでいます。従業員とその配偶者が安心して出産・子育てができるように、子どもの妊娠中から小学校入学まで利用できる柔軟な支援や勤務体系を整えており、現在育児休業からの復帰率は 100% となっております。また仕事の頑張りを適正に評価する評価制度を導入したことで、女性の監督職も増えており、性別に関係なく活躍していただいております。従業員一人一人を大切にされているんですね。それでは実際に育児休業を取得された福田さんにお話を伺ってみます。私は2人の子供を育てており、子どもの行事や体調不良など仕事を休まなければいけない場面がたくさんありますが、上司をはじめ部門の皆さんは温かく受け入れてくれて、休暇を取得しやすくとても助かっております。また育児休業の取得を会社に申し出た時や育児休業から復帰する時などは丁寧に相談に乗っていただき安心できました。皆さんが安心して育児に専念できる職場なんですね。最後に会社が目指す今後の方針について清水さんにお話をお伺いします。弊社では従業員を大切にし、より働きがいのある会社を目指しています。従業員アンケートをもとに会社を変える3つの改善の方向性を定め、10個の取り組みを進める新武装プロジェクトを指導しています。これからも従業員が主役のより働きやすい会社を目指しプロジェクトを進めていきます。いかがでしたでしょうか。皆さん生き生きと働いていらっしゃいましたね。滋賀県女性活躍推進企業の認定制度を取得することで、企業のイメージアップや社員満足度につながるなど、いい効果が生まれます。米原市では仕事と子育ての両立を応援する企業が市内に広がることで、
仕事や子育て、家庭生活を両立できるまちづくりが進んでいくと考えています。この機会にぜひ取得に向けたチャレンジをしてみてはいかがでしょうか。